皆さんこんにちは、みくみやです。そうなんだ。そうなんだ。ディズニーシー来ました。お父さんみたいな、なんかこうやって見たら俺。お父さん。服がお父さんみたいな。お父さんと娘ってことね。あ、そうっすね。念願のディズニーシーですね。あ、そうだね。え、楽しみにしてました？いや、してた、してた。めっちゃ。寝れないもん、寝れなかった、昨日。絶対嘘じゃん。え？絶対嘘じゃん。いや、しっかり寝たよ。嘘。楽しみ。いや、そうそう、楽しみだね。まあ、風強いね、今日。めっちゃ風強くて、まあ、風強くてもいいかなっていう。なんで？ちょ、わかんない、わかんない。なんでか。これもお揃いにしたくて。あー。カプチューシャ。はい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 。そう。それ義務？それ義務。じゃあ、いいっすよ。しょうがねえから。ねー。乗り乗りでしょ、ほんと。うん。だから、今からカプチューシャ買いに行きたいです。はい。それがあったらさ、うん、なんか、なんていうの、前髪崩れなそう。あ、これ？うん。いや、そんなことないよ。そんなことないんだ。つけた。確かに。働いてる側の格好してきてる。間違えてる。確かに。ミッキーのさ、耳あるのさ、珍しいよね。あ、そうなの？全部リボンついてない。前回のさ、ランドの時さ、カオくんずっと逆にさ、つけてたの、ね、わざと。いや、全然知らなかったもん、めっちゃ突っ込まれてたよね。うん、え、前回のマジで知らなかった、俺。かわいい。あ、かわいい？うん。いや、かわいいよ、俺は。重い？重いよ。顔落としたくなっちゃう。ごめん、やだ、落とさない。落としたくなっちゃうな。ティラミスと、これはカノくんのコーヒーと、これなんだっけ、これ、うん、ファンタスティックフライズ、まあ、ねピザこれさ、なんか謎の、なんか謎、確かに謎だね。ありがとう。これって何、飲み物？これ飲み物。あ、そう、えー、でも飲み物。今日は汚く食べない。いやいや、そりゃそうだよ、だって常識あるから。普通に外って綺麗に食べるもんじゃん。そうだよ。前回やっぱ食べ方だけがキモいって書かれてたから書くかなんか他の部分はめっちゃいいけど食べ方だけがキモい。ああ、そういうこと。かわいい。かわいい。前回でなんか似合ってる。なんか嬉しい。こっちの格好のが好き。冷たいやつ、うん、いいな、冷たいパスタ。こっちあったかいよね、絶対。久しぶりにこういうの食うかも。え、なんでダイエット？あ、そう。なんで？なんか顔太ってきたなと思って。痩せた？ちょっと痩せた気がする。これね。え？いつに食えばいいんでしょ。美味しい。うん、一口大きいね。うん、上品だな、食い方。え、なんかパスタってさ、うん、ここにこれくっついてくるんだけど。パスタってさ、うん、まとめて食べたいタイプなのよ。あ、こうやって？そう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 。お上品に見える。でかい。うん？違う、でかい。でかい？うん。で、それちょうだいわ。どういうこと？え？食べる？うん、食べる。美味しい。美味しいよね。うん。何倍も美味しい。そう、うん、あ、普段食べる。あ、そう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 。普通のさ、飲み物も買えばよかった。コーヒー飲まない。ブラックでしょ、うん、飲めない、お子ちゃまだから。あ、年上なんだけどね。確かに、もうすぐ誕生日だね。そう、確かにそうじゃん。覚えてた？うん。何？え？え、ちょっと待って。あ、わかるよ。何言ってる？いや、2択になってるよ。違う、16。ピンポン。あ、危ない。すごい。マーメイドラグーン行きます。はい。応援してます。新しいさ、話しかけ方だね。素晴らしい。素晴らしい。ソーシャルディスタンスを保ちながら話しかけてくれる。ありがとうございます。コメント欄にあったんだけど、なんか前回の動画、うん、あの家で撮ったやつあるじゃん、うん、あの
れ結構近かったじゃん、距離が、うん、あの下で手繋いでんじゃねえかっていうコメントがあったんだけど、繋いでましたあれは。繋いでない。そんなコメントあった？あったあったあった。でも実は繋いでたよ。いやそうだよ。え？そんな余裕なくない？余裕って、まあ、喋るのに集中して。そうそう、確かに。そういう想像を膨らませて楽しんでる。あ、そうそうそう。なんかこの間、アールちゃんとミッキーの映画とかの、別れたのかみたいな、キュンキュンした。あ、マジ？そういう気持ちなのかなって思っちゃう動画見て。あ、そういうこと？そのアールちゃんがミッキーに好きなところをいっぱい言わせてたの。だから私の好きなところ3個でいいの？え、もっといいの？確かにそういうことになるか。1個目見た目。だって、見た目、うん、まあ嬉しいけど、二つ目はね、なんだろうな、なんかもうないじゃん。じゃあ、あるって。なんでもなんかね、許してくれそうな気がする。優しい、優しい、優しい、言わせたみたいな。じゃあ、優しい、優しいよ。三つ目、なんだろうな、まあ、まあ、たくさんありますね。ないじゃん。じゃあ頑張ってる。仕事とか、忙しそうにしてるから。そこはなんか、なんか今までそういう人に出会ったことないからさ。あ、そういうとこ付き合ったことない。そうですね、なんか休みはほぼなさそうだから。ぱっと見逆じゃない？なんか普通、あ、男の人が、あ、そうそう、そういうのはあるけど、あんま逆あんま見たことない。そこはすごいなって思うね。尊敬してくれてるってこと？尊敬してる、尊敬してる。全部私が最終的に言わせたから。なんで？まとめてくれてるだけでしょ。そんな風に思ってくれてた。うん、行かないと言わないから。じゃあもう一個。もう一個？アールちゃんもめっちゃ聞いてた。その気持ちが分かった。聞きたくなる。もっと欲しくなる。あー。なんて表現したいんだろう。時々なんか女の子してるところ。例えば。だからなんかすげえサバサバしてるじゃん。なんか普段。たまに女子っぽいくなるところがいいかな。へえー、そうなの。え、そんなとこあるの？あるある。たまにうちらの方でこの女あざとい言われるよ、たまに。そういうのあ見たか、コメントで。あざといかな。あざといとはないけど、元からそうなんだな。なんかわかんない。あざといってなんだろう、ね。わかんない、あざといの。ここに、ね、バックの真ん中に。え、そんなわざとじゃないじゃん。わざととかもあるかな。え、これやってんの？そう、ハイスラ。あ、わざとやってた。そういうわざとかもある。あ、 TikTok とか出てくる。もう巨乳の人って意外と無意識だと思う。なんか巨乳の人って自分のこと巨乳ってそんな思ってないのかな、私的にね。でも周りから見たら、え、みたいな、って思うけど、実際本人はあんまり感じてないと私は思う。これで良さそうだけど、これ。ああ、引っかかるから。ストッパーみたいになってて。カノ君が若者たちに写真で取り囲まれて、あ、私写真断るの心苦しい。片方撮ってるから。そう。じゃあやっぱイベント来てもらった方がかわいそうだからさ。ああ、そういうことね、確かに。カノ君がサムネ撮るの恥ずかしがってる。だって前、目の前見てよ。いや、全然誰もうちらの子も見てない。早いよ。早いかな。早いからな。なくなくない。アップデート。本当だ。可愛い。わかんない、これ。可愛くないアップデート。え、すごい、あんなファンサもらいたい。可愛いね、あれ。可愛い。デイジーも来た。面白いことで。いや、ちょっと。マジだ。やだ、ちょっとやめて、本当に。それだけは、お願いします。それだけはちょっと本当に。あ、土下座なりよ。雰囲気ここ今空いてるから。いや、あそこで、ここでいいよ。この目の前でいい。ちょ
ねえ、ただ飛んでただけじゃん。想像以上に恥ずかしかった。なんかじゃあそこ立ってみるわ一回、やらないけど、嘘、みんな携帯いじってた。じゃあ僕だけ来てみて。ね、お願いお願いお願いします。本当にジャンボリミッキー踊ってくれませんでした。いや踊ったじゃん。じゃあジャンプしてただけじゃん。似てるでしょ。いや可愛い、それ似合ってる。なんかあ、そうなの、ディズニーに合うよね。合ってる合ってる、嬉しい。ストーリーマニアやります。はい、負けたら、え、負けたら、え、何が言うの、何が言うの、罰ゲーム、罰ゲーム、何でもいい、水かかりに。オッケー、負けたら水かかりに行くね。はい、バイバイ。頼みすぎました。え、食える。え、正直結構きつい、ね、でもこれは飲みたくて。これさ、桃って書いてあった。え、ヨーグルトみたいな味する。本当だ。あれ待って、水浴びるんじゃない。私が負けました。雨降ってるから水浴びてるような感じ。あー、必要ない。結構降ってる。え、やばそう。え、めっちゃみんな走ってるよ。音がすごい。食べてみる、これ。美味しそう。ね、あのまだ1時間、時間としてはもう雨がやばすぎてみんな帰宅。やっぱ美味しいだ。美味しいよ、それ普通に。もうお腹いっぱいでやばい。明日ライブなんだけど。明日ライブでお腹出てるかもしれない。ちゃんくん見に来てくれるんだよ。あ、そうだよ、来いって言われたから。出ないじゃん。え、結構露出する格好してる。お腹出る。いや、ちょっとみんなの目の前すごいやばい。クラスいいの、おしゃれ。キモい。え、これの目ジェルジェルでもくない。サラじゃん。あとやばい。本当だ。 DM でゆあちゃん、かのくんといい感じなんですか。嬉しいことなんだけど複雑です。ごめんなさい、ただの嫉妬です。付き合うのかな、ゆあちゃんはどういう気持ちなのかな。わら、すみません、めっちゃ困る DM なのに抑えきれなくてつい。で、女の子から来てます。女の子から、やきもち焼かれてるよ。結構女子にやきもち焼かれてる。別にさ、エンタメだからね。え、エンタメ、え、エンタメなんすかこれ。彼女に今までした一番大きいプレゼントはサプライズとか、ちょっといい感じのアクセサリーとか、いや、それ買って、なんか、まあ、何笑ってんの。何笑ってんの。そんでホテル泊まるって言わずに、チェックイン前になんかこれ部屋に置いといてくださいって、指輪とか、指輪渡したんだけど、置いといてくださいって言って、で当日ちょっと出かけようって言って、でホテル行って、で開けてもらうっていう。ああ、サプライズで。あ、そうそう、部屋の中に。え、喜んでた。あ、喜んでたよ。泣いてた。あ、泣いてたね。すごいじゃん。今まで泣いたことないかも。だから相当喜んでる。されたことないな。あ、マジ。やろうかな。動画用とそれじゃない用も用意した。何それ、動画用もあるって。あるよ。で、最後の辺渡そうかなと思ってたけど、なんでさ、言うのじゃ。もう失敗でしょ。隠せないから言っちゃう。じゃあね。ね、早い。何が？早い。何？終わんない、一瞬で終わんない。
じゃあねじゃない。